今日のデリバリー飯は広島四川飯店の人気宅配メニュー、私陳麻婆丼と申します。私が作られていくまでを喋りながらお見せしたいと思います。それでは料理が喋る広島デリバリー飯をご覧ください。料理長の大さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。まずは豚のミンチを手早く炒めてもらいます。素晴らしい炒めテクニックですね。私も気分が乗ってきます。お酒、醤油、甜麺醤、胡椒で味をつけて、いやー、すでにいい香りを漂わせてしまってますね。罪な料理ですみません。ここで一旦炒めた豚ミンチはお休みに入ります。その間に私のベースとなるお豆腐を熱々のお風呂で準備運動。お豆腐は塩を入れたお湯で一度ボイルしてもらいます。このひと手間をかけてもらうことでお豆腐の旨味が引き出され、さらに味もよく絡むようになるんです。お家で作るとき、こっそり真似してみてください。あー、塩の風呂気持ちよかったです。そしてここから私がどんどん美味しくなってきますよ。豆板醤、一味、ニンニク、豆豉をラー油で炒めるであります。四川料理はしびれるような辛さ、マーラーが特徴の料理だから私結構辛いんですよ。皆さんは辛いのはお好きですか？おっと、ここで黄金色した鶏ガラスープが仲間入り。いらっしゃいませ。そして休憩中だった豚ミンチが合流して、お豆腐も合流。醤油、お酒などで味を整えてもらい、そうそう、うちの料理長大さんは2年間本場の四川省に修行に行っている本格派。しかも休みの日でも仕事とは関係なく、美味しいと噂の中華料理屋さんに足を運んで料理を楽しんでいるらしいんです。すごいですよね、中華愛が止まりません。あ、これはちょっと余談でしたね。細かく刻んだネギでちょっとおめかしして、片栗粉でとろみをつけてもらったら、熱々に煮込んでもらいます。最後はラー油と山椒油で最終調整してもらって、真っ白なご飯と合流したら、王道中華を得意とする広島四川飯店の陳麻婆丼の誕生。旨味と辛味、四川山椒の爽やかなしびれがこだわりです。あ、今日は撮影用に特別にご飯と合流してますけど、宅配は麻婆豆腐とご飯が分かれた特製の容器に入ってお届けいたしますよ。こんにちは、ウォルトです。今日はどんな方が私を頼んでくれたんでしょうか。毎回いろんなお客さんに出会えて嬉しいです。